朝中、ロ核兵器を早いペースで拡充。米国も同盟保護のため多数の核が必要。最近、米国がウクライナに供与した自国の武器をロシア本土攻撃に使用できるよう認め、米ロ間の神経戦が激しくなっている中、双方の間に核協議修正または核兵器拡大発言までが出ている。米国家安全保障会議 NSC のプラネイバディ上級部長、軍備管理、軍縮府拡散担当、派7日現地時間、軍備統制協会年次会議で、ロシア中国北朝鮮は核兵器を危険なほど早いペースで拡充、多角化し、軍備統制への関心が低下、または無関心になっている、とし、こうした安保環境の悪化に対応するため米国はより一層、競争力がある接近、方式を選択した、と明らかにした。バディ氏は、競争力がある接近、方式の例として2つを挙げた。バイデン大統領が新しい核時代の現実を反映して改正した、核兵器運用指針、ニュークリアウェパンズエンプロイメントギダンスを出したほか、従来の B83 重力玉に代わる B61 から13重力玉の開発と特定のオハイオ級弾道ミサイル潜水艦の寿命を延長した。バディ氏は、こうした措置は、核兵器全体の数を増やさず、より多くの、接近方式でなく、より良い、接近方式に焦点を合わせている、と伝えた。さらにバディ氏は、明確なことは、敵国が現在の軌道を変えない限り、我々は数年後、現在配備された核兵器の数を増やさなければならない時点に到達する可能性がある。とし、そのような日が来る場合、それは敵対国を阻止して、米国国民と同盟パートナーを保護するために、より多くの核兵器が必要だという決心に帰結するだろう、と強調した。タス通信などによると、同日、ロシアのプーチン大統領は、サンクトペテルブルク国際経済フォーラム本会議で、核兵器の使用は例外な状況に限り可能であり、こうした場合が訪れたとは考えていない、としながらも、核兵器使用条件を明示した、核の脅威は生きているものであり、我々を取り巻く世界でどんなことが起きているかを注視し、脅威の習性を排除しない、と述べた。バディ氏の発言に対し、ロシア外務省のザハロワ報道官は8日、スプートニク通信に対して、米国が核兵器配備数を増やす場合、ロシアも核の脅威に基づいて対応する、と明らかにした。ザハロワ報道官は、私たちはどこの誰との対話も中断していない、とし、むしろ米国が交渉を拒否するだけでなく、他国にも交渉を拒否させている、と非難した。世界の原子力市場を牛耳る中国とロシア、米国は地位祭りごと学的に敗北するのか？西側諸国とそれ以外の国々との国際的な競争はエネルギー分野にとどまらず様々な形で展開されている。原子力産業は長年にわたりその戦場となってきた。特に発展途上国での契約獲得に関しては、残念ながら欧米諸国はあまりうまくいっていない。原子力発電所の建設を計画しているウズベキスタンは先月下旬、欧米の制裁対象となっているロシア国営原子力企業ロスアトムと契約を結んだ。建設が実現すれば、中央アジア発の原子力発電所となり、温室効果ガスを排出しない電力が供給されるようになる。他方で、ウクライナ侵攻を機にロシアの軌道から外れた中央アジアで、ロシアが影響力を取り戻すことになる。だが、中央アジア全域でロシアが成功しているわけではない。隣国カザフスタンは、少なくとも今のところはロシアの進出を拒絶している。カザフスタン政府は、中国、ロシア、韓国、フランスの4カ国からの提案を検討中で、今週実施される国民投票で決定する予定だ。原子力をめぐる西側諸国との競争でのロシアの躍進は、避けられないものではなかった。同国の進出を可能にしたのは、米国の自滅的な原子力政策に他ならない。
原子力は一般には誤解されやすいが、実は最も環境に優しく安全なエネルギーの一形態で、気候変動に対処するためにも必要だ。世界の国の大半はこれを認識しているが、米国は無視している。こうした米国の無知が、敵対国に地祭りごと学上の重要な隙を与えているのだ。原子炉建設の分野では、ロシアは世界的な主要国であり続けている。世界の原子力産業の現状に関する報告書によると、ロシアは昨年7月時点で、中国、インド、トルコ、エジプト、バングラデシュ、イラン、スロバキアの世界7カ国で原子炉を建設中だった。ロシアが原子炉を建設している国のうち、トルコとスロバキアは北大西洋条約機構、NATO に加盟している。ロシアは原子炉建設以外の分野でも原子力産業を支配している。同国は世界最大のウラン加工濃縮産業を有しており、2020年にはそれぞれ世界全体の生産能力の 38%、46% を占めていた。これにより、ロシアは核燃料輸出でも主要国となっている。同国は2022年2月にウクライナ侵攻を開始してから現在に至るまで10億ドル、約1570億円以上の原子力関連製品を輸出している。筆者の同僚であるウェスリー・エイヒルが指摘するように、ロシアはアフリカの地祭りごと学的混乱に乗じて、かつてフランスが保有していたウラン資産を獲得しようとしている。これにより、欧州諸国のロシア産ウランの輸入量は昨年倍増した。米国も同様で、ウクライナ侵攻開始以降2年以上にわたって、ロシアの企業から核燃料を購入していた。米政府は先月14日、ようやく同企業に制裁を科した。ロシアだけでなく中国も原子力産業で米国を圧倒。米国を圧倒しているのはロシアだけではない。中国も原子力産業では米国をはるかにしのいでいる。中国の原子力産業は国内事業に焦点を当てており、建設中の原子炉は昨年7月時点で23基に上っている。これは同国の経済が発展し、エネルギー需要が拡大しているためだ。これに対し、米国で建設中の原子炉はわずか1基しかない。中国が原子力産業を改良してきた一方、米国では最後に建設された原子炉の完成が7年も遅れ、170億ドル、約2兆6600億円、もの予算超過となった。これは米国の認可や環境審査の手順が煩雑であることを浮き彫りにしている。中国は専門知識を蓄え、国外への原子炉供給にも乗り出した。国営の中国核工業集団 CNNC と中国広志核集団 CGN は第三世代原子炉花竜1号を開発。この新たな原子炉は2021年に福清原子力発電所で稼働を開始した。同国は昨年パキスタンでチャシュマ原子力発電所5号機となる花竜1号の建設に着手した。中国は国外で社会基盤を建設することにより影響力を拡大しようとしている。米国の原子力産業はかつては世界の戦争の敵だった。1990年には112基の原子炉が稼働し、現在の予測よりはるかに早いペースで炭素排出量実質ゼロに向かっていた。それから34年経った今、同国は稼働していた原子炉の3分の1近くを閉鎖。他方で新規原子炉はほとんど建設されておらず、残った原子炉の平均年齢は数十年と老朽化が進んでいる。このままでは、向こう10から15年のうちに数十基の原子炉が耐用年数を迎えて廃炉せざるを得なくなる。そうなれば、米国は自国の発電量の 20% 近くを失うという事態に直面するだろう。こうした中、米国にもようやく変化が訪れようとしている。原子力に対する国民の態度は支持政党に関係なく、好意的な方向に変化している。
米政府は現在、ブルガリア、ガーナ、インドネシア、カザフスタン、フィリピンをはじめとする外国との契約獲得に向け、米輸出入銀行、エグジムや米国際開発金融公社、DFC、小型モジュール炉、SMR、メーカーらと協力している。議会では、原子力規制委員会、NRC の雇用を増やし、申請手数料を引き下げることで、規制の障壁を下げる、原子力推進法が下院で可決された。同法はまた、賞金を授与することで、原子炉の技術革新を促す。本項執筆時点では、上院ではまだ審議されていない。米国の原子力開発に対する障壁が取り除かれれば、ジェネラルアトミクスやベクテルといった米企業も利益を得ることになる。国際原子力機関 IAEA は、世界の原子力発電能力は2022年の371ギガワットから2050年には890ギガワットに達すると予測している。世界の大国が原子力は気候変動への対処と自国の経済力強化に重要な役割を果たすと認識するにつれ、原子力は変局点を迎えている。米国は国内の原子力産業を飛躍させるために、上院が原子力推進法を可決し、ジョー・バイデン大統領が承認すべきだ。今行動に移さなければ、米国の原子力企業が経済的な機会を逃すだけでなく、エネルギーをめぐってロシアや中国に依存する国が増える中、米国にとっては地祭りごと額的にも大きな敗北となるだろう。人民元ルーブル取引高が3年ぶり高水準、プーチン訪中後急増。中国の銀行間市場で人民元ルーブルの取引高が5月に16億3000万元、2億2500万ドルとなり、2021年3月以来、約3年ぶりの高水準に達したことが月次データから分かった。輸出業者は先月のプーチンロシア大統領の訪中が背景にあると指摘している。22年2月のロシアによるウクライナ侵攻で米国は対ロシア制裁を発動。中国の銀行が制裁の標的となるのを避けようと取引に慎重になったため、人民元ルーブル取引は今年3月に2年ぶりの水準に落ち込んだ。しかしロシア向けに電子機器を輸出している中国の業者によると、5月のプーチン訪中後に多くの銀行でロシア側の支払った代金の受け取り手続きがスムーズになった。ただ、この業者は残念ながらウクライナとロシアの戦争はまだ終わっていないので、この状態が続くかは疑わしいとも述べた。対ロシア貿易に携わっている別の業者は、5月末にかけて中国の銀行はロシア関連の取引を処理するのに必要な時間が短くなった、と証言した。銀行や顧客の多くは未処理の案件が積み上がっていたため、手続きを終えようと急いでおり、この窓口は間もなく閉じる可能性もある、と述べた。